そして、続いての結果がこちら。そんなに胸がいいのか。はい。黄金族やら何やらがですよ、うん、アンリを探すシーンとかあったじゃないですか、はい、あのガヤ全部おっぱい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 、もうなんかあなたたちおっぱいのことしか考えてないのって。考えてないんじゃないか。だってミカド君シナリオがだってそうだったもんね。そうですね。そうだってミカド君が園原さんに気がつくワードがライラ学園メガネ胸でした、ね。それでミカドがもしかして園原さんってって思った。そうなんだよね、流れがそうでしたもんね、はい、もうシナリオがそうでしたからね、うん、だからもうガヤで心の動きなくね、みんなでね、うん、あの胸の大きい子だろ、そうどうで見たみたいな。心置きなく言いましたね。芝居だよ、かなちゃん。お芝居なんだよ。本当ですか。うん、本当におっぱいは好きじゃないんですか。というわけで以上、おいおい、デュラララバーズ生態調査特別編でございました。シナリオがそうでしたからね、うん、だからもうガヤで心の動きなくね、みんなでね、うん、あの胸の大きい子だろ、そうどうで見たみたいな。心置きなく言いましたね。芝居だよ、かなちゃん。お芝居なんだよ。本当ですか。うん、本当におっぱいは好きじゃないんですか。というわけで以上、おいおい、デュララ